空撮用島を円形すりばちさんすりば山さんの分北硫島とは小笠原諸島の南端近くに所在する東西8トル、南北4トルの島である行政区分上は東京都小笠原村に属し東京都区部からは南方におよそ1 2 0 0トルに位置する島内の最高峰はすりバチ山であり硫予島は周囲の島々と合わせて 火山列島と呼ばれる列島を形成している。かつ火山の火山島であり、地熱が高く、島の至るところで噴気があり、噴出する火山性ガスにより特有の匂いが立ち込めている。これが黄島の名の由来である。歴史的故障として、硫黄島の別称もある。名称については口述 火山噴火予知連絡会によって火山防災のために監視、観測体制の充実等の必要がある火山に選定されている。島は第二次世界大戦の激戦地として知られる。戦後から現在は海上自衛隊と航空自衛隊の基地が置かれており、基地関係者以外の民間人の立ち入りができない。しかし、 旧島民らの慰霊や、遭難のための上陸は、例外として許される。このため、小笠原諸島に属しているが、小笠原国立公園や世界遺産の登録からも、除外されている。透明は、島の至るところで見られるイオウに由来する。異様島の故障は、第二次世界大戦以前は、島民と主に大日本帝国陸軍の間では、異様島、大日本帝国海軍の一部の間と、 明治時代作成の海図では、硫黄島としていた。アメリカ合衆国ではこの海図の表記に従い、硫黄島とし、終戦後、道東はアメリカ軍の統治下にあったことから、硫黄島と呼称されていた。1968年に道東の私政権が日本国政府に返還された際に、 国土地理院発行の地形図上の故障は、硫黄島に戻されたが、1982年の地形図改定の際に、小笠原村は、同島の故障を硫黄島と東京都に報告。東京都庁ではこれに基づき、硫黄島と広報したため、地形図においても硫黄島と故障されるようになった。各報道機関でも、同島を硫黄島と報道したことにより、2007年までは、 伊王島と呼ばれていた。伊王島の故障を、伊王島に統一するようにという要望は、旧島民及びその子孫などの間から古くからあった。この要望に応え、2007年3月に、小笠原村議会では、第1回議会定例会の最終日に、同島の故障を、伊王島に統一する、伊王島の故障に関する決議案を提出し、採択され、小笠原村は、 地名の修正を国土地理院へ要望した。2007年6月18日、国土地理院及び海上保安庁海洋情報部にて構成される地名等の統一に関する連絡協議会は、伊王島の故障を伊王島から伊王島に変更する同日協議された結果を発表した。合わせて北、伊王島は北洋島に南洋島は 南洋島にそれぞれ変更された。これにより、火山列島の3島とも、島の公式故障はこれまでの島から島となった。国土地理院では、平成19年9月発行の地形図から、次いで海上保安庁の発行する海図でも、洋島が正式な表記となっている。この変更直前まで国土地理院、 海上保安庁のほか、日本放送協会でも、伊王島としていたが、小笠原村役場と、日本の島ガイド島出すを発行する、財団法人日本離島センターでは、伊王島としていた。アメリカ合衆国の資料においても、一部は、この変更に追従して、伊王通と改められており、JTWC の台風進路予想図などは、その一例である。一方、伊王島は、 第二次世界大戦中、太平洋戦線で、屈指の激戦地として、アメリカ合衆国でも特に有名であることから、この名称に特別な感情を持つ者も,もアメリカ海兵隊の関係者を中心に多くおり、退役軍人組織の一つである、ベテランズ・オブ・ホーリン・ウォーズは、この変更に不快感を示した。実際に解明反対の声明を出した団体もあると、いう。 その現れとして、その名がアメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦の7番艦、伊王島に残るほか、かつて収益した伊王島級強襲揚陸艦の1番艦にも使われていた。2006年にアメリカ合衆国で制作されたアメリカ映画、伊王島からの手紙の読みは、伊王島からの手紙である。2014年3月11日の領土、主権をめぐる、 内外発信に関する総合調整会議により、透明の英語表記は、透明アイランドの表記を標準とする。ことと決定し、外国人にわかりやすい地図表現における、例示の通り、公式な英語表記は、イオトアイランドとなった。前日の通り、日本語のひらがなによる表記は、イオートであり、アルファベット表記では、イオトとなっている。JTWC では、イオツと表記している。 洋島の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成洋島の衛星画像東京都の小笠原諸島の島で同諸島の行政府が置かれている父島からは南南島へ 300km 本州グアム島南鳥島沖縄本島から それぞれ1 2 0 0トルから1 3 0 0トル程度の遠距離に位置する。洋島の北方約7 5トルには北洋島、南方約5 8トルには南洋島があり、この3島で火山列島を構成する。3島とも同じ作りの海底火山の島であり、その海底からの山体の体積は富士山を遥かにしのぐ。洋島は島の主体となる。 元山火山帯と南西部の丹生火山である、すり鉢山の二つの火山を、海岸砂丘の千鳥が、原がつながり、すり鉢山を起点に西岸を千鳥が、浜、南岸をについそ浜、釜浜の直線的な海岸で北東側に線形に、広がる地形をしている。島の北岸は、貿易風や破色を受けた崖が発達している。 面積は約23.7キロ立方メートルで、東京と北区とほぼ同じである。元山は現在は標高約100メートル前後、面積は約5平方キロメートルほどのほぼ平坦な大地上になっており、北西側の高まりには大阪山、北東側の高まりには東山と名が付けられている。東端の構いはながる、北海岸は大きな井戸が浜と呼ばれる。 砂海岸が広がり、沖合に監国岩と呼ぶ岩礁を望む。島の全周は約 22km、長軸の北東南西の長さが約 8.3km である。すり鉢山とつながる千鳥が浜南部の地境は約 800m となっている。洋島が乗る海底からの飛行 2000m 以上に、 なる山体は直径4 0キロメートルに及び山頂部に直径約1 0キロメートルのカルデラを形成している。カルデラの大半は海面下にあり、構えいは、監獄岩、東側沖の東岩などの岩礁群はこのカルデラ壁、本山は中央河口球、すり鉢山は川火山に相当する。すり鉢山は文字通り、 すり鉢を伏せたような形状で、標高は170メートルでパイプ山の別称がある。島内各所から採集した岩石資料の分析から、カルデラ形成年代は十数万年前以降、約2800年前より以前と推定されている。島北部の北の美海岸付近で得られた、単化木片資料の年代測定では、約2800年前に、元山溶岩、 元山火災岩を噴出する大きな噴火が発生したとみられている。有史以来の主な火山活動は水蒸気爆発である。顕著な活動として1889年または1890年から記録が残されている。水蒸気噴火や海面変色が1922年、1935年。 1944年、百五5 7年、1967年、1968年、1969年、1975年、1978年、1980年、1982年、1993年、1993年1994年、1999年、2001年、2004年、2007年、2012年、 2013年に記録された。2012年の活動では、ミリオンダラーホールから最大100メートル程度の距離まで泥噴出が観測された。2015年8月7日未明にも北の花にて水蒸気爆発と見られる噴火活動が観測されている。島の各地に現在も流気と地熱を伴う噴気が見られ、時折熱泥を吹き上げて、 数メートル程度の航行を開けることがある。沖合の北の美西方南東岸南西部沖に常の東北東海底の流気口が確認されており、海水を変色させている。これらの活動の熱源として、1980年に行われた地磁気観測の結果から、地下2キロメートルよりも浅いところに、 キュリー温度を超える高温領域があると推定されている。新欧から1 0 0 0トル以上離れた地震により、硫黄島周辺で微小地震が活発化する現象が、1983年日本海、中部地震、1984年九州南東沖の地震、1993年北海道、南西沖地震に伴う、その後の地形観測で報告されている。 島の形成は火山活動に加えて現在も続いている活発な流気活動による。1911年の測量後の98年間で元山中央部は15メートル流気した。島内の流気速度は均一ではなく、地点によって揺らぎによる変動を伴いながら流気が続いている。元山中央部の最高位の断球面で採取された増後の年代が 約500から800年前であったことから、現在までの流気率は年間15から20センチメートルと推定されている。現在も急速な流気活動が続いているが、流気量の割に有感地震活動は少ない。流気活動によって海岸段丘や断層崖が島中に形成されている。 島西方にあるか迷はかつては一つの独立した島で陸形島を形成していたが、1950年代から1960年代の急激な流気活動により現在は伊王島と地続きとなっている。なお、笠原実、江原幸男らの解析による流気モデルでは、流気の圧力源を取り木原の下1から2キロメートルと北東海岸1キロメートル沖の下3から4。 キロメートルに2つの症状型を配置すると、1952年から1968年の活動を最もよく解説できるとしている。過去の測量図や航空写真による解析などの研究により、島の面積は1911年当時に約19.3平方キロメートル、大戦時は約20.3平方キロメートルと推定される。 2014年の国土地理院による調査で、父島を小関小笠原諸島で最大の島になっていることが分かった。大きな流気量のため外洋の荒波による侵食速度を上回って面積は拡大を続けている。一方で、港湾設備は現在も建設することができず、釜岩の南側の砂浜が 物資の荷上げ場として使用されている。井戸上は台湾新築市とほぼ同一で、亜熱帯海洋性気候となっている。年平均気温は摂氏24度、最高気温は摂氏40度近い日もある。6月中旬 -10 月上旬までは摂氏30度を超える日が多く、1年中で一番寒い月とされている2月でも摂氏12度程度。 1>, 1日の気温差は大きくて6摂氏7度。年間降水量は平均約1200ミリメートル。夏季はスコールが多く、冬季は夏季に比べ降水量が少ない。6月から11月の半年の降水量は12月、翌年5月の降水量の2倍程度。島北部には、元山部落、東部落、西部落、 南部落、北部落、千鳥部落の6つの集落があり、元山部落には、伊王島人城小学校と伊王島神社が置かれ、島の中心となっていた。また、島には、父島から派遣された警察官1名が駐在していた。島南部は、海軍省によって、要塞地帯に指定され、一般島民の立ち入りが制限されていた。 元山の大地は土壇岩と呼ばれる業界岩からできており、貴重な現地調達石材であった。当時の島内の産業は、硫黄採取工業、サトウキビ、コカ、レモングラス等の栽培農業、近海沿岸漁業等で、これらの産業は、洋島産業株式会社が取り仕切っており、島民の大半は同社に直接、間接的につながっていた。 島内での穀物生産は困難のため、米は日本列島本土からの移入に頼っていた。医療用コカイン利用目的としてのコカ栽培は、アジアでは、伊王島、沖縄本島と当時の日本統治下の台湾だけで、あった。当時の島民の証言によれば、きちんと稼げていたとのことであり、絶海のことではあったが、島民の経済状態は悪くなかったようである。 当該との交通手段は、月1回の郵便船で母島へ渡り、そこから船で東京港へ向かうルートと、2ヶ月に一度の日本郵船の定期船、柴園丸で東京港へ直行するルートがあった。太平洋戦争の重要防衛地として認識され、日本軍が駐留するが、 島民の疎開は行われず、アメリカ軍による1944年6月の空襲で、村落は壊滅、ようやく疎開が実施され、廃損となった。コンクリート船の残骸と、米海軍のクック戦後はアメリカからの一連の本土復帰で、沖縄返還に先立つ1968年6月26日に、 奄美大島に続いて伊王島を含む小笠原諸島の非政権が返還された。しかし、下記の課題等により現在に至るも村民の帰祷は行われていない。返還後の自衛隊基地設置と海上自衛隊の駐屯復帰後の伊王島は、海上自衛隊管理の伊王島航空基地が設置され、島内全域がその基地の敷地である。このため基地に勤務する。 自衛隊員以外は島に立ち入ることが禁止され、島を住所や居留地として生活する者はいない。必要に応じて、飛行場等の整備、改修工事を行う防衛省北関東防衛局職員及び建設業者等の作業員、並びに遺骨機関事業を行う厚生労働省職員等の立ち入りが許可される。 本島は、潮風や異様による腐食が激しいため、基地施設等の補修が常時行われており、作業に従事する、この建設業者の住宅施設が存在する。海上自衛隊が火山観測を行っており、国土地理院と気象庁の職員も、定期的に観測のために来島している。1970年代後半には、防災科学技術研究所の観測点が設置され、 以降地震観測が継続されている。島には、洋島食堂という食堂があり、自衛隊員とアメリカ軍兵士の食事のために24時間運営されている。防衛交際会によって運営されるが、年2回の在日米軍の夜間、連続離着陸訓練時期には、30名ほどの一般短期アルバイトが募集され、自衛隊基地より空路で上陸する。 火山活動による流気が非常に激しいため、伊王島に港を沈行することができず、船積みのボートが付けられる程度の小さなはとばしか存在しない。その関係で、大型船舶は少し沖合に停泊せざるを得ず、航空機で運べないような重量物は、お,お墨み型輸送艦を使い、関西のクックで海岸から 少し内陸のところにある揚陸施設に揚陸させる。航空燃料や経由などは、沖合に停泊した民間タンカーから、揚陸施設へと長大ホースを伸ばして、補給を行う。移用姉妹の宅配便、郵便物は、移用等の住所を記載しても届かない。隊員の家族への仕送りや、外部から業務用の資材や、 郵便物は自衛隊が指定した基地へ一括搬入することになる。島に残る島民生活と大戦の移行島の西側に見える船の残骸は島を占領した米軍が防波堤とするために1945年に格座させたコンクリート船が台風で破壊されたものとされている。うち、クック洋陸上近くの一隻は小型船の桟橋として利用されていた。 島内には無数の不発弾が残っているとされ、この回収も困難な状況である。不発弾爆発の危険性等から自衛隊員でも立ち入りが禁じられている地域も存在する。対戦中に破壊された大砲や戦車の残骸、飛行場跡、地下号跡、トーチカート等の戦争の痕跡が現在も数多く残っており、硫黄島の戦いで戦った兵士を異例。 検証する、施設、非かつて旧島民が暮らしていた集落や墓地があったことを、忍び、慰霊する、施設、日も数多く設置されている。旧島民の祈祷問題上述の通り、原則として基地に勤務する、自衛隊員及び建設業者等の関係者以外の、上陸は禁止されているが、戦没者の慰霊祭が現地で開催される、祭藤には、旧島民や遺族、 それに戦没者の遺族等の上陸が許可されている。現在も一部の旧島民及び遺族は日本国政府に対して基地敷地の一部返還と帰島を求めている。政府は復帰直後の1968年から旧島民に対して断続的に移行調査を行い、東京都は生活再建資金のための資金の貸し付けを行っている。 1979年6月に、小笠原諸島振興審議会内に洋島問題、商委員会を設置、1984年洋島問題に関する意見に、一般住民の定住は困難であり、同東は振興開発に適さないという苦心を受け現在の結論としている。この理由として、火山活動による異常現象が著しい、産業の成立条件が厳しい、 などを挙げた。この結論を受けて政府は、旧島民に、見舞い金の支給を開始し、集団移転のための事業を開始している。旧島への母産事業は、東京都が年数回行っており、数十人が参加している。異例祭の時は、小笠原諸島父島から、小笠原海運の可客船、小笠沢原丸で島へ向かい、船積みの小型ボートで島に上陸するか、 航空自衛隊機を使用して来島することになる。遺族からの要望で2007年3月6日の異例訪問以降は民間旅客機によるチャーター便が運航されることになった。2007年の訪問では日本航空が MD-90 型旅客機を運用してチャーター便運航を実施したが、 燃料補給が不可能なことから燃料を往復分積み込んだため、スタッフを含め110名しか運べなかった。戦没者の遺骨機関事業現在も島の地下には、硫黄島の戦いによる日本人戦没者の1万3000柱を超える戦死者の遺骨が残っている。本土へ帰還した遺骨は現時点で約8000柱であるが、今後の収集事業には、 予算確保の問題と作業員人員確保の問題、埋葬地等の特定作業、記述した通り無数に埋まる、不発弾への対処、紛失する、高温、有毒な溶ガスへの対処等で、その収容作業は大きな困難を伴うことが課題となっている。これまで遺骨を本土へ帰還させるための収容作業は、 主に、伊王島協会や戦没者遺族等の NPO 法人やボランティア等の手で行われていたが、2010年度国家予算では、滑走路下部分の遺骨収容のための予算が初めて1億円を超えて計上され、2010年8月10日には、菅直人首相の指示により、政府による伊王島からの遺骨期間のための特命チームが設置された。今後はこれまでの遺族、 関係者の証言等に加え、米国での資料調査により情報収集を行い、収容作業における NPO 法人やボランティアからの協力の拡充、自衛隊との協力体制の拡充をし、自衛隊基地施設化をも含む全島における面的調査を強化することとしている。遺族者等の慰霊等のための渡航機会の拡充、インターネット等を活用した遺留品の公開を実施して、 戦争の悲惨さを広く知らしめるとともに、将来は、伊王島以外の戦域での遺骨機関作業実施も予定されている。一方、伊王島で戦死した、米軍兵の遺体の大半は、洋刀の戦い後しばらくは、すり鉢山山六を中心に墓地を造成し、棺一台一台の上に十字架を立てて手厚く、埋葬されたが、 現在はすべてが米国本土のアーリーントン国立墓地へと帰還を果たしている。アメリカ映画、洋島からの手紙の冒頭シーンは、アメリカ国防総省から防衛庁を通して、東京都の特別許可によって、島内でのロケ撮影が1日だけ行われた。厚生労働省の発表によれば、戦没者が数を約二万千九百人とし、相した遺骨は一万四百柱。 未送艦の遺骨は推計で1万1500柱としている。2015年度には23柱、2016年度には17柱の遺骨が収容された。伊王島航空基地は海上自衛隊が管理する軍用飛行場で、海上自衛隊は航空管制及び基地の施設管理等のために伊王島航空基地隊を救難及び小笠原諸島等の急艦輸送のために 第21航空隊移動島分献隊を置いている。航空自衛隊は、訓練機の飛行統制や、広報支援のため、移動島基地帯を置いており、実験機や戦闘機の訓練基地として使用している。航空自衛隊における名称は、移動島分屯基地、入間基地の分屯基地という扱いとされている。陸上自衛隊は、 太平洋戦争時に大島に残された不発弾を処理するため、第104不発弾処理隊より交代で人員2名を派遣している。危険性の少ないものは、島内の保管場所で一時保管した後まとめて爆破処理し、危険なものは随時処理している。基地にある滑走路は2650メートル60メートルの1本のみだが、2650メートル。 30メートルの平行誘導路がトラブルによる主滑走路閉鎖時に離着陸の可能な緊急滑走路として整備されている。自衛隊員等が常駐していることから洋島は有人島となっているが、所在する海上自衛隊員は神奈川県綾瀬市、航空自衛隊員は埼玉県鞘山市にそれぞれ住民登録しており、洋島のある東京都小笠原村ではない。 周囲に友人島が存在しないため、伊王島通信所にて、アメリカ海軍の空母艦載機による陸上空母離着陸訓練及び夜間離着陸訓練が行われているほか、航空自衛隊の各種実験飛行や戦闘機の移動訓練といった日本列島では実施が困難な用途にも使用できる貴重な拠点であるほか、国内で唯一陸、海、 空の3自衛隊の統合的作戦演習が可能な場所でもある。防衛大学校及び防衛医科大学校の学生等が本島を見学する場合は、航空自衛隊の k c 7 6 7に登場する。伊王島は東京都とグアム島を結ぶ民間航空路下に存在することから民間機を含む緊急避難用としても用いられており、 自衛隊専用飛行場にもかかわらず、国際航空運送協会の3レターコードが設定されている。実際に、2003年3月30日には、グアム発仙台行きのコンチネンタル航空931便が、エンジン片方停止により、2014年11月9日には、関西国際空港発グアム行きのデルタ航空294便が、 左エンジンの不具合によりそれぞれ緊急着陸している。2016年3月4日にはソウル、二川発、サイパン行きのチェジュ航空3402便が右エンジンの不具合により緊急着陸した。異応島の戦いにおける戦没者慰霊訪問のため、チャーター機が羽田空港からもしくはグアム国際空港から航行することがある。 小笠原諸島から列島本土への患者緊急搬送時には、当該基地で海上自衛隊の UH-60J ヘリコプターから海上自衛隊、航空自衛隊、または海上保安庁の輸送機へと乗り換え搬送を実施する場合がある。現在小笠原村からの緊急患者輸送は US-2 の運用の都合上困難のため、すべて用途経由のヘリと、 海事内市空事輸送機により行われている。南鳥島とともに日本郵便株式会社より交通困難地の指定を受けており、異用等の住所を記載しても郵便物は届かない。これは各社宅配便も同様である。物資や郵便物は海上自衛隊の場合は厚木航空基地、着付、航空自衛隊の場合は入間基地着付として送付し、 そこからは自衛隊内部での搬入扱いとなる。固定電話については、自衛隊基地の外線1回線が公開されている。これによると、伊王島の市外局番は 04998, 市内局番は4、加入者番号は 1XXX である。まず、市外局番04998は、小笠原 MA の局番であり、 MA のエリア内と重なる小笠原村内であれば、市内通話扱いとなる。ただし、収容局は隣接する父島でも、母島でもなく、東京本土にある、新立川である。ここには、航空自衛隊立川分屯基地や、陸上自衛隊立川駐屯地がある。次に、市内局番4が、洋島に割り当てられた番号であり。 ここからが村内の父島や母島とは別となる。電気通信事業者が提供する移動体通信は、以前は島内に携帯電話の基地局が存在せず、周辺からの電波も届かないためサービスエリア外となっていたため、衛星電話のみが使用できた。 2013年8月に防衛省による携帯電話基地局の調査及び設置工事に関する業者募集が行われた際にはソフトバンクモバイルが応札している。現在の携帯電話の電波対応状況は下記の通り、アマチュア局はかつては海上自衛隊の遮断局 JD1M があった。これ以外には来島者による個人局が運用することがある。 前述の通り激戦地となったことから、小説や映画など多くの作品で取り上げられている。ありがとうございます。